岩槻大地のフィッシングクルーズ、毎週日曜日18時から配信。今日もスペシャルなゲストと楽しい釣り対談をお送りしていきます。それでは本日も素敵な釣りの旅を。たまかチャンネルです。ということでですね、今年はですね、新コーナーとして岩槻大地のフィッシングクルーズ、昔これラジオ番組でやっていたタイトルなんですけども、と称しまして、僕の釣り関係のいろんな方々をゲストにお呼びして、まあ、今なかなか釣りにも行けてないんで、ちょっと釣りのお話をいろいろしていきたいなということでですね、流行る第1回目のゲストとして今川島鳩鳥友会の会長である中村輝さんにですね、はるばる来ていただきました。今日は本当にありがとうございます。よろしくお願いします。お邪魔します。中村輝さんです。いや、師匠、ご無沙汰しております。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。本年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。師匠とはですね、もう6年になりますかね。そうですね、長いですね。僕が観光大使、南社長観光釣り大使にしていただいて、まあ、僕が観光大使になったはずなのに、僕よりも全然南下の釣りにお詳しい師匠にいろいろご教授をいただきまして、海釣りを一緒にやらせていただいたり、いろんな取材もね、そうですね、行かせていただいたりっていうことで、もう本当にこの6年間お世話になっております。これは私も分かったですからね。いやいやいや、今はもう最近じゃないですけど、ふさふさで若いんで大丈夫です。ありがとうございます。ということで、師匠といえば、まあ、ひまかじま鳩鳥友会会長として、ひまかじまの、はい、ずっと毎年続けてこられてる清掃活動、そうですね、はい、がまあ代表的な活動の一つだと思うんですけども、ね、まあ、それ以外にもこれもうすごいですね。皆さんご存知だと思うんですけど、週刊釣りニュースAPC ということで、はい、ライターでこちらですね、まあ、これ 毎月 4回か5回ですね、はい、出るんですけど、師匠はもう毎週、去年は、去年はもう 99.9% コンプリートということで。そして師匠毎回釣るんですよね。本当にすごいと思います。いやね、今か知らないですけど、行くたびに1枚はなんとかいやひねり出してくるあたり、12時間差を出して11時間後に釣れたとかね。そんなことちょっと言って逆に最初釣れて、その後ずっと釣れた、それもあるあるですね。最後のあーやっぱりコマセ聞いてくるんですかね。ですよね。本日も動画をご視聴いただきましてありがとうございます。まかまか本店のご紹介をさせていただきます。まかまか本店では、地元調味料、地元食材にこだわった美味しい名古屋飯、いろいろ取り揃えております。また酒を中心にとっても美味しい日本酒もたくさんご用意しますので、皆さんぜひご来店ください。席もね、半個室になりますので、落ち着いてゆっくり座っていただきます。それではまたまた本店でお待ちしてます。あ、師匠といえばやっぱりクロダイ釣りなんで、今ちょっと話に出たね、深瀬釣りがメイン、いや今やったりとか、落とし込みですか。普通にいろいろやるんですけど、はい、メインは団子です、ね、あ、今団子やってるんですね。まあね、いろんな釣り場のいろんなルールがあるんで、まあ、それもあれなんですけど、まあ、師匠はこの中でも毎回ね、最後にその清掃活動のことを PR されてて、ひまかじまでもそうなんですけど、記事の中でもされてて、やっぱり今ね、釣り場がだいぶ減ってしまって、いろいろ今回コロナでやっぱりその釣り人が増えたのはとっても嬉しいんですけど、やっぱりマナー問題っていうのがね、テレビとかでも取り上げられてて、やっぱり、まあ、もう一度これをね、ご覧の皆さんにもやっぱり意識していただきたい、ゴミの持ち帰りとか駐車のマナーとかっていうのはやっぱりね、長年師匠が伝え続けてることでもあると思うんで、まあ、そのあたりも師匠の記事参考にしていただいて、何より師匠の記事釣れてるんで、僕正直前も多分お話したと思うんですけど、クロダイって釣れない魚だと思ってたんですよ。まあそうですよね。小学校中学校の頃から南下町に父親に釣りに連れてってもらってて、うん、こういうの見るじゃないですか、師匠の記事とか、その当時から、うんうんうん、クロダイは本当に幻ドラゴンみたいなもの釣れないと思ってて、で、あれ6年前ですよね、の11月ぐらいでしたっけ、うん、ちょっと寒くなりだした頃で、最初、内海進行をやらせてもらって、ね、その模様の動画の URL ちょっと下に話していただいておくんですけど、ぜひご覧いただきたい、あの頃の僕の童貞っぷりを黒なりにバカカマスからね、本当にいや、初めて釣らせていただいて、結局モードサックコースですね、そうですね、師匠のアドバイスでここ投げたら釣れるよって言われて、本当にその気がスッと入ってます。
聞こえてましたね。いやーもう感激しましたね。多分釣れるだろう言ってね。すぐでしたね。釣れるとこ行こうって言ったんですね。そういえば。そうです。はい。で釣れるとこ行こうって連れてって移動してもらって、うん、もうすぐでしたね。40センチぐらいです、ね、もう興奮しすぎて僕あの師匠にフィッシュグリップも借りる間もなくもうこう持っちゃって、あれダメなんでやめてください、クロダイ結構話するのでもう指突っ込んでバス持ちするぐらいの勢いで興奮しててうわクロダイって釣れるんだと思って、本日も動画のご視聴ありがとうございます。岩槻大志のフィッシングクルーズは毎週日曜日18時から配信です。ぜひチャンネル登録お願いします。次回の動画もお楽しみに。